栃本関所の図、新編武蔵風土紀行。牧野264秩父郡19による。栃本関所の1秩父王冠に設置された、栃本関所の1栃本関所は、武蔵国と甲斐の国の間の仮坂峠を越して、通じる秩父王冠にあった関所の一つ。別称、菅平関がある。栃本関所廃止後、その跡地は、栃本関跡として、国の史跡に指定された。現在の埼玉県秩父市大滝村栃本に相当する。栃本関所は武蔵、甲斐の間を通じる仮坂峠を越す秩父王冠で武州に置かれた山間部の関所である。現在の埼玉県秩父市大滝村栃本に相当する。菅平宿に接していることから別称に菅平関がある。栃本関所の番頭は大村家が務めていた。戦国時代は敵の侵攻に対する要衝とされていたが、江戸時代には警備となっていた。栃本関所は、江戸時代成立以前は、軍事的な警備を目的としたが、江戸時代には、入り鉄砲で女の監視の役割を果たした。また、栃本の奥にあった真の沢、又の沢、小荒川の金山の監視が重要な役割であった。寛永8年栃本関所の警備強化のため、武州麻生村と甲州川本村に、火番所が設置され、麻生火番所、川浦火番所とされた。関守は、栃本、上中尾、下納、大久保の4組が、栃本関所、麻生火番所の警備を務めた。栃本、麻生の扱いは、関所、番所、口止番所などが見られ、統一されていない。また、諸国五関所覚書には、栃本関所の記載はない。関所の廃止は、慶応4年8月に通達があるが、口止番所の廃止通達がない。そのため、翌明治2年に岩花県へ伺いの常番所を廃止、関門を取り払っている。その後、関所跡は、1970年に、栃本関跡として、国の史跡に指定されている。栃本の位置新編武蔵風土紀行による。栃本関所の位置は、秩父郡小大滝村栃本に置かれていた。荒川が刻んだ深い V 字渓谷の急勾配上の要害堅固の地に立地する。栃本は江戸から中山道を経て35里、川越街道を経て31里半、青梅街道より27里あり、栃本から仮坂峠を越える甲州へと通じ、三国峠、十文字峠などで、信州、上州にも通じていた。栃本関所の設置は、新編武蔵風土紀行によると、戦国時代、武田信玄の秩父侵入の際設けられたとされ、番所を、家臣、山中馬之丞とし、武州からの侵攻に備えたと言われている。慶長19年、山中馬之丞は追放され、関東代官、稲忠治が大村氏を関所の番所とし、関所廃止まで大村家が、関所番所となっていた。寛永8年には、警備強化のため、武州麻生村、甲州川本村に、火番所が指定された江戸より、西方、秩父郡三宝神社近くに置かれ、甲斐との往来を取り締まった。栃本関所の別称には、菅平宿に接していたことから、菅平関があったとする意見があるが、栃本と菅平は、集落が異なり、むしろ両者は別々のもので、最初に菅平関があって、後に栃本へ移転したものとする意見もある。江戸時代、栃本関所は関東代官、稲忠治が大村氏を関所の番所とし、大村家類大史大村家文書によると、大村家が関所廃止まで番頭を世襲していた。延享元年には関守に二人縁が与えられるように、なった。天明8年の明細村監査上帳には、聡明番組と称された、栃本、上中尾、下納、大久保の4組が、栃本関所、麻生火番所の警備を務めた。栃本関所は、新編武蔵風土紀行によると、秩父甲州王冠に関門が置かれた。門の北側に、名主宅を兼ねた番所があった。関所は、書類の消失により、設置時期の関所の規模、構造は不明。関所は、江戸時代中に数回の火災で焼失し、建て直された。当初は現存の大村家旧宅より大きかったという。東西の通路には、関門、番門があり、門と門の間は、柵、やらいで囲まれていた。門の内側には、通り方、御考察が掲げられていた。鉄砲改めの考察が掲げられていた。関所道具類は、三道具、十手、補助、長道具、桃あかりなどを最初に下付されたのみだった。麻生家番所は、新編武蔵風土紀行によると、関門はなく、番所は間口2軒、奥行き 1.5 軒の箱番所で、番人は昼夜一人交代であった。天明8年の小大滝村明細帳によると、関所の造営、修理では書道具、関門の修復などは、番頭の自分入用で行われていた。塀、柵、関所囲いは、土地元、上中を、下納め、大久保の4組から人足を出し修理されていた。土地元、麻生の記載は、商法国絵図や元禄年中改訂図などでは、関所と記載されているが、その後の資料では、関所、番所、口止め番所と統一していない。また、延享2年、諸国五関所覚書及び、諸国五関所書き付けには、土地元関所の記載はない。故障及び取り扱いについて、文化11年、麻生側から訴訟があり、文政3年に、幕府は裁決を下した。それによると、一土地元ではこれ以後、関所という名称を止め、口止め番所、麻生は、下番所とし、二番門は取り払うが、通行手形の取り扱いはこれまで通りとする、三番人は、役頭として帯刀することは、許すが、宗門人別帳などの公帳簿で名字を名乗ることを、禁止、四番所の施設が大破した時には、一村全体百姓役として、不審に当たることが命じられた。以後、公文書では、この使い分けが定着した。戦国時代は、敵の侵攻に対する要衝とされていたが、江戸時代には警備となっていた。寛永8年に、武州浅尾村と甲州川本村に、下番所が付けられた。土地元関所は、江戸時代成立以前は、軍事的な警備を目的としたが、江戸時代には、入り鉄砲で女の監視の役割を果たした。また、土地元の奥にあった真の沢、又の沢、小荒川の金山の監視が重要な役割であった。関所の通行は公用を除き、銘6つより暮れ6つまでとした。女性の通行は原則禁止であったが、小大滝村及び、近村の善光寺、甲州身延山詣で、甲州からの秩父巡礼については許されていた。この場所の通過は、武州から甲州へは、麻生家番所で、千島六左衛門による手形桶、土地元関所に提出し新たな手形桶、甲州川村番所に提出するものであった。一方、甲州から武州へは、川村番所の手形を、土地元関所に提出のみだった。万治2年には、土地元関所の奥の赤金山の発掘の願出が幕府に出されると、幕府から関所つがえ、御金荷物荷札の手形の検閲の強化が申し渡された。関所は国境を越えて流通する荷駄類の検閲が役割の一つであった。盗物、抜け荷を監視し、改め済みの荷駄破番所が発行する改め手形が添えられた。猿城所府によると、慶応4年5月反応戦争時に、甲府経営総督府の管理下となり、豊前中津藩主、奥平大前太夫が番所を警備、慶応4年8月関所廃止の通達があるが、口止め番所の廃止通達がないため、翌明治2年に岩鼻県へ、伺いの常番所を廃止、関門を取り払っている。土地元は、東海道箱根、中山道横川両関所の中間にあり、江戸から甲州、信州への交通の要所に位置し、建物は木造瓦葺切妻造り、一部2階建てであるが、かつては平屋、いろりの間、台所の支度部分は、江戸時代の関守屋敷の様相を残し、五番門、やらい、柵木等の位置も絵図によってわかり、現在の役宅は、江戸時代後期の建造であるが、関所当時の形態を伝えるものとして、その重要性から1970年11月12日、国の史跡に指定された。その他、麻生家番所は、番頭の役宅は現存するが、番人詰所は取り壊されている。注釈出典。ありがとうございます。